はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もミニ四駆超速グランプリプレイしていきます。さあ今回はね、先日のね動画で言ってた通り、ちょっとガシャが更新されたんで、それを中心にやっていきたいんですけど、またグランプリも始まったのかな。はい、まあ、これも後でやるか。でですね、ガシャ早速これですね。今回超速ガシャのシリーズ5、レイスティンガーがあれなのかな、目玉なのかな。でボディ特性がブレーキ効果アップなんで、多分今回の超速グランプリは結構スピード出しすぎるとね、コースアウトしてしまうんだと思う。はい、ね、結構ブレーキが重いなってますね。結構ねブレーキとか、あとスタピライダーかな。はい、まあ、コースアウトしないようなパーツがあれですね、ピックアップされてますね。でもどうなんだろう、前回のね超速ガシャマジでゴミだったから、誰も使ってなかったから、ほとんどピックアップパーツね。これちゃんと運営試してんのかな、本当にそこだけが心配。一応見とくか。これね、ブレーキ効果アップ。でもこういうあれあるけどな、ブレーキ効果プラスアッププラスとかだったら分かるんだけど、ここら辺ね、これいるかよくいんのかな。まあ1回ぐらいやるか。そんないらない気するんだけど、今のパーツで賄える気がするんだけど、まあ、やってみるか。で割合ね 1.6 か、大体 1.6 だな、ピックアップは。はいはい、まあ、一番欲しいのはこのレイスティンガーかな、これ結構かっこいいかな。はい、ということでやっていきましょう。10連結構なんだかんだスターコイン溜まったんでね、まあちょっと最近引いてなかったのがでかいかな。 OK、 おいきなり来た、確定。めちゃめちゃ調子いいからな、正直ガシャは。なんでこんな当たるのぐらい。さあどうかな、よし、まあまあ2つぐらいくれば熱いな、金が。マジでマジでおかしくないこれ、引きが良すぎないか。絶対出るんだけど、ピックアップが本当に使えるのかな、そこだけなんですね。4つ目、もうなんかこれあんま見たことないな、持ってるかな。はい、5つ目かな、6つ目、もう来ないかな、さすがに。おマジでいいのかなこれどっちやったの分からない。ハードの方が、なんかソフトとハードがあったんだけど、おい、2連発だよなこれ。え、同じだよな、当たりすぎでしょ。ガシャのこの設定おかしくない、なんでこんな当たるの、怖いよ当たりすぎて。あ、これ同じですね、やっぱり。よし、回復しとこう。はい、じゃあちょっとグランプリの設定考えるかな。コースこんな感じで、コースプレビュー見るか。あ、やっぱ坂がこれあれだな、飛んでいくからな、この坂の後ね、ほんとぶっ飛んでいくんで、いかにこの坂で、まあ、スピードを落としてやっていくかっていうのがね、メリハリが重要なんだと思う。相当坂ありますね。うん、まあこう見たらわからないんだけど、ストレート飛ばして坂がほとんどっていう。なるほど、どうしようかな。じゃあレイスティンガーつけるか。強いの本当に。ね、これ同じあれあるんですよね、ブレーキ効果アップって。どれだったっけな、昔使ってたんだけど。あ、これこれ、ブーメランジュニアと似てるな。なんか違うのかなこれと。これね信じるぞ。騙しが多いからなこのゲーム。まあレブチューンの方がいいな、これ多分レブチューンの方がいいわ。で、さっきのブレーキ使いたいな。あ、これこれ、今までこういうの使ってたんですけど、これね、ここら辺、これがブレーキ減速が効いてんのかな。これ40、これ50か、高いほど反応良くなるから。あ、すげえな、これ100もあるんだけど倍ぐらいあるんだけど、これの今までのやつの。じゃこれつけとくか。よいしょと。改造とかできんのかな。
あ、改造これか、重さスピード、まあそれ後で考えようこれで相当ブレーキ効くよこれ。あ、これで、まあこれでいいか。え、どうなんだろうな、多分コーナーでぶっ飛んでいくってことないかな。外しとくか、ブレーキを信じるか、このブレーキね。コーナーで飛んでいくってことないんじゃない、そんな険しいコーナーではなかったですね。これでいくか。これいらないだろう、ウィングいらないだろうすげえ適当だけど、アクセサリーはこれでいいかな。タイヤだよな、いやタイヤ多分これでいいな。まあ様子見の、多分いやぶっ飛んでいくのかな、ブレーキがどれぐらい効くかっていうのは分からないんだけど、はい、まあアポロンの今回最初の装備はこれでね、いきたいなと思います。まあ多分途中で報告もできると思うんで、とにかくねマシンが飛んでいかないことを願ってエントリーしよう。よいしょと、 OK。 じゃあレースもしていこうかな。レースね、なんかパックマン帰ってきたんだよな。あれクリアしてないんだ、あれこれ一番最初にあったコースだと思うんだけど、また最初からできんのか、強くなったのかな。一旦ここで走ってみるか。まあスピードはそんなに速くないと思うけど、コースアウトはしないんじゃない。スタビライザーがいったのかな、どうなんだろう。そんなコースアウトするのかな、あのコース。どこだ、どこだ、ブレーキ効いてる、坂あるこれ、あ、坂あるな、え、ブレーキ効いてるのこれ、ブレーキ効いてる坂あたりで、わぁ、ちょっと、これ絶対無理でしょ、これ絶対飛んでいく、これ絶対飛んでいくわ、グランプリでも。ちょっと待って、パックマンコースごときで飛んでいってたらダメだって。これつけとこう、これで結構変わるんだよ。まずいな、どうしようかな、不安になってくるな。これダメだわ、多分でかいのに変えよう。うん、これにするわ。飛んでいくもんだって、このコースで飛んでいくってやばいって。絶対さっきのね、あのグランプリのコースの方がスピード出るから 100% 飛んでいくわ。これ飛ばないだろ、どうだ、いいよ。さっきも1周目はいけたんだよ。あ、大丈夫か、今のところ、今のところが怖かった。よし、パックマン。いや、このね、飛んでいくとね、スピードをね、殺されるんでね。よし。あ、ここであれもパーツもあるのか。これちょっと攻略していこうかな、今回。ポイント。うん。なんかちょっと、ここら辺変わってないけど、強くなったってことかな、パックマンが。一番最初も、このゲームがリリースされた時にこのコースあったんで、コースというか、イベントか。ゴーストサーキット。あれ、誰？あ、ヨンクロがいんの？目が炎やってるけど、おかしいだろお前、おかしいよあいつ、薬物検査してくれよあいつの、なやついんの。あ、同じかこれコース、だったら勝てるから、まだこのレベルだったら。どこ行ったのあいつらどこ行ったのすげえいい勝負してる。いや、結局パックマンが勝ってんのかい、なんで来たのこいつ、いらないんだけどなんだこいつ本当。さあ、そして3つ目、ラストはまあそこそこ早いんじゃない。 OK、 全部このコースか、全部ゴーストサーキット。これ、あ、こいつらが入ってくるってこと、それぞれキャラクターが。わあ、ロケットスタート来た、完璧だった今の。
もうあいつらはすげえつばずり合いしてるけど楽勝なんだが、どうなんのこいつら。あ、さすがにゴー勝ってますね。さすがだわ。まあ、でもこいつらが勝ち始めたパックマンって一体何なのってなってくるけどな。はいはい、どうなの最後。まさか全部このコースってことはないでしょ。すぐは出てくるよな。よし、あ、パックマンサーキットになったんじゃない。あ、変わった。ジャンプ重視のコースになった。パックマンサーキット。また列がいいんだ今度は。まあ、飛ばして気にしてるやついないから、あのストーリー。よし、うわー、いけ、飛んでる。これはこのレイスティンガーがいいじゃない。あ、でもジャンプ確かにスムーズだな。すげえスムーズだわ。いけるか、滑らかに。あ、いい感じいい感じあ、いい感じ。すげえジャンプするんだ。え、あ、こいつはもう走ってんだ。あ、今回楽勝だったな。よし、あ、で言うてあんまりさっきと変わってないか。さあ勝ったよ。わ、すげえ、なんかアイテムあったな。で次ね、多分もうパックマンサーキットで終わりだと思うけど、さあ次は、あ、いなくなってんな早くなってくんのか。わっとしたミスったと思ったらロケットスターだったわ。ブルーサーズって上から見たらちょっとあれだからな。あ、相当差ありますね。こんなコースなんだ。なるほど、これ勝つよな。楽勝楽勝。じゃあ次ラストいきますか。レベルいくつまんだ、あれ、あ、星7取らないとダメなんだ。ちょっと星7取ってきます。はい、そして星集めてきて、これあれ、ストレートサーキットなんて何これえ、これ大丈夫か。ストレートサーキットちょっと見ようかな。そんなストレートかこれ。あ、まあ確かにストレートはあるけど、え、スピードコースなの、ガラッと変わんの。でも坂はあったぞ。どうなん、強いんだよ。強いのこれ。あ、やる気になってる。OK、それでは行きましょう。シグナルに注目。まあまあの。え？結構あるけどな。ストレートコースかこれ。え、パックマンどこいんの？わあ、結構早いわ。パックマン結構早いわ。これあれ普通にあ、レベル上げていってはちょっと勝てないな。ビビった、めちゃめちゃ速くなってる。舐めてたわ。セッティング変えないとダメなんだろうな。あ、これね、そうそう、このメダルを集めるのが結構あれ重要なんで。いや、パックマン強かったな。レベル上がったらまたセッティング変えないと思って。次クリアで、あ、それだけね。交換所でこうやって変えてもらえるんで、これいらないけどな。いらなくないいらなくないこれ。これ使えないでしょ。これだけ欲しいな。ちょっとあれ、これ持ってた気するけどな。ちょっと欲しいな。まあ、こんな感じでね、ちょっとアイテム変えてもらえるんで、ここら辺が重要ですね。ここら辺が使えるんで。はい、ということで、今回はね、この新しいガシャとでパックマンのステージ走ってみました。いかがだったでしょうか。ね、またさっきも言ってた通り、はい、超速グランプリの途中経過の報告もしていきたいなと思いますので、また次回の方もね、皆さんお楽しみにしてください。
それでは今回動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全ては気に障ってますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。